マッキー M67 マッキー M67 はイタリアの競技機である。2機が1929年のシュナイダートロフィーレースに参加したが、準備不足で良い成績を得ることはできなかった。マリオカストリディが設計した。1926年と1927年のレースに参加したマッキー M38 と同じくバリ線で支持した薄い低翼の単葉機で、 あったが、フィアットエースにエンジンに変えて、1800馬力の依ゾったフラスキーに、正の W 型18気筒エンジンが搭載された。プロペラは3枚ワとされ、増加した反転トルクを打ち消すために、フロートに搭載される燃料の量は、片側のフロートに多く入れられた。この方法は、離陸を危険なものにした。依存ったフラスキーにエンジンは信頼性が十分に、 確立されていないと心配されており、27機、製造されたエンジンのいくつかはテスト中に爆発した。空軍大臣のイタロ・バルボは優勝のチャンスがあると考え、3機のマ末期 M67 を製造させた。ガルーダ湖でテストが行われ、1929年8月、イタリア空軍のジュゼッペ・モッタは時速 583km の速度記録を達成した後、 テスト飛行で突如湖に突っ込み、モッタは死亡した。M67 とエンジンの改良をするためにイタリアはレースを開催するイギリスのロイヤルアエロクラブにレースの延期を申し入れるがイギリス側は拒否した。イタリアはパイロットの危険を承知の上で残った2機の M68 とマッキー M52R を参加させることにした。バルボはイタリアチームは リリシースポーツマンシップを示すためにレースに参加すると宣言した。イギリスのカルショットスピットで1929年9月7日にレースは始まり、カドリンゲルとジョバンニ・モンティが M67 に登場した。カドリンゲルの M67 は素晴らしい速度で飛行を開始したが、エンジンからの煙と蒸気で視界を失い、1周目のターンでレースを終えた。 平均速度は時速4 5 7トルであった。モンキーは1周目を時速4 8 5 5トルで飛行した後2周目に入ったところでラジエーターが爆発し、熱湯が操縦席に入り込みパイロットは火傷を負い、緊急着陸し病院へ運ばれた。イタリアチームは M52R が2位に入った。閉会後のパーティーでバルボは スポーツマンとしての役割は終わった。明日から競技者としての仕事が始まる。と宣言し1931年のレースに対するイタリアの決意を表明した。マッキー M67 は一機がビーニャ・ディバで空軍歴史博物館に保存、展示されている。AAB バシシェック2002、P34、バシシェック2002、P36。ありがとうございます。